にちは。10月4日金曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りします。さあ、広報豊島10月1日号はご覧になりましたか？来月の11月1日豊島文化の日の情報がたくさん掲載されています。スペシャルコンサートなど今日から観覧の募集が始まるものもありますので、早めにチェックしてくださいね。それでは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの話題をお伝えいたします。油断快適下水道、下水道に油を流さないで、強化月間のお知らせです。東京都下水道局より、油断快適下水道、下水道に油を流さないでについてのお願いです。降雨量が多く気温が下がり始める10月を強化月間とし、お客様や事業者に対し下水道に油を流さないようにお願いしています。台所は川や海とつながっています。下水道に油を流すと下水道管の中で冷えて固まり、詰まりや臭気の原因になります。また大雨が降った時、固まった油は剥がれてオイルボールとなり、川や海に流出してしまうことがあります。下水道管の詰まりを防ぐため、川や海の良好な水環境を保つためにも皆様のご協力をお願いします。例えばフライパンや鍋などの油汚れは拭き取ってから洗いましょう。古い油を捨てるときは新聞紙などで吸い取るか、油を固める製品を使って可燃ごみとして捨てましょう。余った油は他の料理に活用してなるべく使い切りましょう。また飲食店では必ずグリース粗臭機を取り付けましょう。グリース粗臭機とは、調理場の排水中に含まれる油脂分を分離し、下水道管に流さないようにする装置です。設置の際は日本粗臭機工業会の認定品を選びましょう。またグリース粗臭機内の油脂分などは定期的に清掃しましょう。今回ご紹介した情報の他にも、東京都下水道局のホームページでは油の処理についてや下水道に関わる様々な情報を発信しています。ぜひご活用ください。介護予防大作戦 in 豊島2024開催のご案内です。フレイル予防、介護予防について楽しく知ることのできるイベント、介護予防大作戦を10月16日水曜日と17日木曜日の2日間区役所本庁舎1階豊島センタースクエアで開催いたします。今年のテーマはつながろう、広げよう、社会参加の輪です。1日目の16日は午前10時から午後3時40分までで、地域で活動している高齢者の自主グループ団体の発表や展示、体験会、野菜摂取量の測定、健康を支援する宅配弁当の展示や試食などがあります。16日は予約不要でどなたでも楽しめます。2日目の17日は正午から午後3時までで、野菜摂取量の測定、肺年齢測定などの測定会、補聴器に関する相談会、認知症チェックリスト体験会などを開催予定です。一部測定会や体験は当日整理券配布を行います。このように2日間楽しくフレイル予防、介護予防について学べるコンテンツをご用意しております。参加費は無料です。詳しくは区ホームページ、または介護予防認知症対策グループまでお問い合わせください。皆様のご来場をお待ちしております。現在申請を受け付けしている豊島区定額減税調整給付金と、令和6年度豊島区新たな非課税世帯等への給付金についてお知らせいたします。定額減税調整給付金につきましては、豊島区で令和6年度住民税所得割が課税されている方、または令和6年度所得税が課税される見込みのある方で、
いずれも定額減税により減税しきれないと見込まれる方が対象となります。給付額は定額減税しきれない差額相当の金額です。令和6年度豊島区新たな非課税世帯等への給付金につきましては、令和6年度新しく世帯全員が住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯が対象となります。給付額は1世帯あたり10万円、さらに対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯は児童1人当たり5万円が加算されます。定額減税調整給付金の対象の方には7月中旬に緑色の封筒で確認書をお送りしています。また新たな非課税世帯等への給付金の対象世帯には7月上旬にオレンジ色の封筒で申請書をお送りしています。この2つの給付金の申請期限はともに令和6年10月31日木曜日必着ですので、対象となる方はお早めに申請をお願いいたします。申請は郵送で受け付けています。直接提出する場合は区役所本庁舎2階の豊島区定額減税調整給付金及び新たな非課税世帯等への給付金窓口までお越しください。書類を紛失した方やご不明な点などがございましたら、こちらのコールセンターまでお気軽にお問い合わせください。定額減税調整給付金は電話番号 03-6743-1532、 新たな非課税世帯等への給付金は電話番号 03-6743-2174 です。こちらまでお問い合わせください。税務課土曜相談窓口のご案内です。豊島区税務課では毎月第2土曜日に納税相談を行っております。今月の相談日時は10月12日土曜日午前9時から午後5時までです。場所は区役所3階の税務課で、受付業務は住民税・軽自動車税の納付と納付相談です。なお土曜窓口では住民税の申告や課税についての質問や相談、口座振り替えの手続きは行っておりませんのでご了承ください。住民税のお支払いにお困りの方はぜひご利用ください。豊島スポーツ祭り2024開催のご案内です。子どもから高齢者まで誰でも楽しく参加できるスポーツイベント、豊島スポーツ祭り2024を10月14日月曜日祝日に開催いたします。時間は午前10時から午後3時までで、会場は総合体育場と法雄小学校です。なお雨天の場合は中止となります。ラグビーやグランドゴルフなど例年好評をいただいている企画に加えて、今年度は区民提案事業で選定されたスポーツの力で子どもたちの健康な未来を築こうの中のトップアスリートを招いた事業として、元メジャーリーガー岩隈久志さんのトークショーも開催いたします。トークショーの時間はお昼12時20分から午後1時20分までで、総合体育場ステージにて実施予定です。詳しくはホームページやチラシをご確認ください。選定時はどなたでも立ち見が可能となります。普段なかなか運動をする機会のない方も、たまには屋外で体を動かして身も心もリフレッシュしてみませんか。たくさんのご来場をお待ちしています。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。今日は区民事業提案制度により区民投票で採択された未利用地の有効活用事業についてお伝えいたします。未利用地をどのように有効活用しているのか、詳しくお話を伺っていきましょう。では今日のゲストです。子ども若者課地域支援グループから渡辺陽介さんにお越しいただきました。渡辺さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ今日は昨年度新たに始まった取り組み、区民事業提案制度にて実施が決まった事業の中からご紹介をしていきます。まずは区民事業提案制度についての説明からです。
区民事業提案制度とは、豊島区で実現してほしい事業の提案を区民の皆さんから募集する取り組みです。寄せられた事業提案は233件にも上り、その中から選定された10件の提案の中から区民の皆さんの投票により実施される提案が選ばれました。今回ご紹介する未利用地の有効活用事業もその10件のうちの一つということになるんですよね。はい、そうなんです。ではなぜこの未利用地の有効活用事業、どういった経緯で決まったんでしょうか。はい、豊島区にはですね、道路建設を予定されている土地など柵に囲われている箇所がございまして、はい、それを見た区民の方から有効に使うことができないものかとご提案をいただいたものになります。はい、で道路予定地の他にもですね、使われていない区の土地や施設が何箇所かあるため、使われていない土地施設を有効活用するという意味で未利用地の有効活用事業という名称になりました。はい、この議決されたのが昨年の12月頃ということですけれども、この実施に至るまではどういった動きがあったんでしょうか。はい、区民の皆様にとっての有効活用として考えたときに、子どもたちのために使うのが良いのではないかという意見が多く出まして、はい、で子ども若者課がこの事業を担当することになりました。はいはい、で12月に決まった後ですね、1月から3月で土地施設を管理している部署と協議をしまして、子ども向けのイベントができるような未利用地をこちらで探しました。で探す中で、やはり周辺環境ですとか土地の広さなどイベントができるような未利用地を探すのは本当に大変でしたね。そういった苦労も、ね、あったんですね。はい、さあ未利用地の有効活用事業が予算化され準備に至るまでのお話でしたが、ここからは実際の実施内容について伺いたいと思います。実施されたイベント、どんなものがあるんでしょうか。はい、まず行ったのがですね、エリース東京 FC の選手と楽しく体を動かしましょうというイベントです。はい、こちら、豊島区のプロサッカーチームであるエリース東京 FC の皆さんをお呼びしイベントを開催しました。はい、で近年子どもたちの体を動かす機会が減っているので、子どもたちの運動不足解消のためにもサッカー経験の有無に関わらず鬼ごっこなど、みんなが楽しめるような内容を企画しました。はい、で実際に当日はサッカー経験者ではない子どもも多く参加してくれました。あ、そうなんですね。はい、ということでお写真が、ね、あるということで見てみましょう。はい、これは何をしてるんですか。はい、ちょっと分かりにくいですよね。はい、こちら右の写真なんですけども、はい、こちらサッカーをする前に皆さんで準備体操をしている風景ですね。実際にエリス東京 の, 選手の皆様も子どもたちの中に混じって一緒に準備体操をしています。で左の写真なんですけども、こちらそういう鬼ごっことかみんなで楽しめる遊びをやった後に、実際にやはりサッカーをしましょうということで、はい、でこちら の, 試合風景なんですけども、実際にエリス東京の選手たちも混ざってサッカーをして、子どもたちみんな大喜びでした。楽しそうな様子伺いますが、皆さんのお声としてはどんな声がありましたか。はい、イベント終わってすぐ本当に子どもたちからも楽しかったという声を直接いただきました。はい、あと保護者の皆様からもですね、子どもが楽しそうにしていてよかったと本当に好評でした。そして好評につき現在第2弾まで開催されております。はい、そうなんですね。はい、ではこのイベントの会場となっていましたこの旧朝日中学校が未利用地だったということですよね。はい、そうなんです。こちらですね、廃校になっていた旧朝日中学校体育館を使用しました。でこちらなんですけども、コロナワクチンの集団接種会場として使用されて以来長期間での利用がなかった施設になります。体育館なのでスペースが広くて冷暖房も完備されておりまして、子どもの遊び場所としては本当に使いやすかったですね。さては他にはどんなイベントが行われたんでしょうか。はい、次はですね、寺子屋ラボというイベントも実施しました。はい、こちら西池袋にある空き地を使いまして、バスボム作りや射的などさまざまな体験ができる縁日のようなイベントを実施しました。へー、
でイベントの運営である NPO 法人寺子屋は、普段子どもの学習支援を行っている団体で高校生や大学生が多く在籍しています。で実際に当日の運営も高校生が中心となって行ってくれました。で当日は300名と予想以上にたくさんの方が、ね、はい、ご来場いただきまして本当に大盛況なイベントになりましたね。はい、さあこちらも、ね、当日のお写真があるそうです。わ、なんか楽しそうですけど、はい、何をしてるんですか。はい、こちらまず左側なんですけども、これはお菓子釣りでして、はい、割り箸を竿にしてそこから紐を垂らしてお菓子をすくうという遊びです。はい、で真ん中の写真なんですけども、こちらが射的になりまして、はい、はい、で高校生たちが紙コップにアニメのキャラクターとかの絵を描いたのを的にしまして、輪ゴム鉄砲、割り箸ですね、割り箸の鉄砲で実際に射的をするっていう遊びになります。でこちら右下なんですけども、はい、こちらがバスボム作りですね。はい、いろんな材料を混ぜまして本当に実験感覚でバスボムを作っていこうということで、本当にこちらも子どもから非常に楽しそうに、はい、してましたね。はい、こう見てみるとね、こちら空き地ということですけど、しっかり舗装されてるなっていう印象なんですが。そうですね、もともとは児童遊園として使用していた土地でして、児童遊園が廃止された後民間の駐車場として貸し出ししていたので、地面が舗装されています。で普段はこのような感じなんですけども、はい、はい、こちらですね、はい、児童遊園の名残としてこういうふうに公園棟が今でも残っていたりですとか、はい、でもこう見ると本当に、ね、見た目は駐車場だったんですね。はい、こういったところで、ね、イベントが行われるというのはちょっとワクワクしますけれど、今後イベントの実施というのは予定されているんでしょうか。はい、今年度内でいくつかイベントを今後も実施する予定でして、イベントが決まり次第ホームページなどで周知しますので、楽しみに待っていてください。画面左上の二次元コードより豊島区役所ホームページ未利用地の有効活用事業、こちらの特設ページにアクセスすることができます。今後のイベント情報のみでなく、これまでのイベントの実施の様子なども掲載されていますので、皆さんぜひ見てみてください。さあここまで未利用地の有効活用事業についてお話伺ってきましたが、昨年度の区民事業提案制度により区民投票で採択された事業他にもありますので、ちょっと見てみましょう。はい、こちらです。公園の日陰化、空き店舗活性プロジェクト、豊島ベンチプロジェクト、スポーツの力で子どもたちの健康な未来を築こう、外国人支援体制の強化の説明です。いくつか番組でも詳しくご紹介しましたね。また区民事業提案制度は今年度も実施されていまして、現在協議中です。さあ内容を見てみましょう。こちらテーマが2つありまして、災害に強い地域づくりからは子どもから大人へ、豊島防災の輪拡大事業、防災遊びイベント、サイネージを活用した災害時の情報発信事業、歩いて作る防災マップがあります。そしてもう一つのテーマ、人に優しいデジタル化社会の推進では、 ICT と笑顔でつなげる町会自治会活動、保育園の連絡手段等のオンライン化、お活動おうちでオンライン園見学、行政サービス申請早分かりサイト、デジタル技術を活用した区民文化活動支援があります。今年度すでに投票は終了しています。どの事業になったのか結果が楽しみです。詳しくは豊島区ホームページからご確認ください。さあ昨年度採択されました区民事業提案制度の中から、今回は未利用地の有効活用事業についてお伝えしてきました。では最後に番組をご覧の視聴者の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、これからも豊島区では子どもがのびのびと遊べるイベントを企画します。皆様ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。本日のゲストは子どもの若者課地域支援グループから渡辺陽介さんにご出演いただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこの辺で失礼いたします。次回の豊島情報スクエアもお楽しみに。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。